続いては北九州市民球場で日本ハムとの一戦に臨んだホークス。1点を先制され、なおかつ雨が降り始めた初回、まずは俊足の周東が先頭打者として出塁します。すると今シーズン5個目の盗塁に成功。その後ランナー3塁1塁となり、打率1割台と苦しむ4番山川。レフトへ伸びた打球は14打席ぶりのヒット。主砲の一打で試合を振り出しに戻します。その後お互いに点を取り合うも、勝ち越したい打線は7回、北九州では打率4割2分9厘の甲斐。バットが折れるも北九州のどっちが味方についたのか、内野安打で出塁します。そしてランナー1塁3塁と勝ち越しのチャンスで今宮、ライトの手前でボールが落ち、試合終盤にリードを奪います。なおもランナー3塁2塁で一気に畳みかけたい中、同点タイムリーを放った山川。この日2本目となるタイムリー。山川の2安打3打点の活躍で、ホークスは3試合ぶりの勝利です。